最終話、定めの国のアリス。ここで最終話って出てもね。この変なうねうねのところはいけんの？あれ、ストライダーってことは、どういうあれになってんだこれ。ちょ、チュンリーで試そう。あ、チュンリー攻撃しちゃったんだ。ロックマン試そう。あ、攻撃できるな。あと一歩大丈夫なんだっけ。で、できればな、後ろを取りたいんだよね。行きます。これも力の限り戦います。無茶しないでよ、ハセオ。1800とか。私だってこれくらい。清き聖なセクシー台風。エステリーゼ様。うん、いいかな。もう防御してれば。次のターンでオプションかけて、とっととこいつを破壊しよう。誰狙い？こいつ狙いね。いいよ。お、ちょっとやばい。こいつ倒しておかないと。侵入される恐れがある。セーブしようとか言って全然セーブしてねえし。真正面から行くわよ。正義は俺たちと。マジで覚えとかないとな。次のターンが始まったらセーブをかけよう。ここまで来てゲームオーバーになったらもうちょっとかなり悲惨だからな。倒す。パイトランもちょっと弱えわ。これもちょっと弱えか。こいつは硬いのか、大神が弱いのか。さすが大神さん。いいよ。行くぞ。で、防御の防御と。で、まずセーブ、まずセーブ。途中セーブと。で、こいつでぶっ倒すから、横取れるよね。44万。これはもう、分身攻撃だよ。分身攻撃。サイドアタック上げて、あとはひたすら SP を回復させて、極限まで高める。アタック 75% アップ。で、1500でしょ？で、パイングミちょっと5個使っちゃおう。これさ、この後あったら嫌だな。まあ大丈夫か。ロージストでちょっとこまめに回復をさせて、分身攻撃で 75% アップ 2100。 パイングミ使って、これ違う、こっちだな。オレンジグミ使って、これさ再現なく上がんの。あ、行かないもん。さすがにやりすぎたか。攻撃力いくつだっけ。2118。プラズマフィールドは一緒かけよう。2118が、あ、上がらない。もうちょっと欲張りすぎた。まあいいや。150溜まってる。行こう。しまった、ブロックを外さないといけなかったのか。まあいいや、一発で外せた。重いんだねこいつ。おら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 、行くぜ。くらえ。見せられたら最後。そこよ。で、ひたたた。アグナロク。終わりだ。悪事の力が弱まる。31万。死ぬかもしれんが、しょうがない。やばいやばいやばい。死んだ。おっと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 。12万か。X って確か射程入るんだよね。チュンリーと X で倒せるな、これ多分。まずは、プラズマフィールドはもう一回展開してあるから、ちょっともう一回かけるか。プラズマフィールド！何パーセントまでいけるんだ？ 200% くらいまで上がるのかな？最終的に。プラズマフィールドもう一回かけよう。みんな今よ。
チュンリーってちなみに自分で攻撃力上げるの持ってるのか。クリティカルダメージがあんな。あーないね。ないけど、これ盾か。こいつを入れるか。あ、しまった。あれを回復させてなかった。もういいや。おお、硬い。さすがに硬い。おら、これはチュンリーだな。これでは X に。で、XP のデビルスター使って、やっぱプラズマヒールをもう一回使っとこう。あれどっか行っちゃったよ。大神さん、プラズマヒールド展開。行くわよ。一応これ使っとこう。クリティカル 70%。クロスブレイクダメージも上げとこう。やれるもんはすべてやる。お金とかはいいか。本当はね、横取りたかったけど、しょうがない。これと、これで一回ブロックを外さないといけないのが、ちょいと厄介だな。あ、まあいけるな、これは。普通に。さよなら。いや、これで終わりでしょ。おお、我が名は白神。100の世界を滑る者。世界に揺らぎの歌を響かせる。それが存在する理由、オーマの。やったか。ああ、粉々に飛び散った。終わったな。オーマの計画、これで本当に止まったはずだ。みんな、神羅への協力に感謝する。成り行きだ。あとはここからどう抜け出すかですね。それにこの島もこのままにしておくわけには。え、何この揺れ、地震。浮遊している島に地震なんかないだろう。これは崩れ始めてんのか。ぬ、この揺れで例の爆弾は落ちたりせんじゃろうな。それは確認済み。機能は停止しているわ。でも私たちは普通に落ちる。どうすればいいんです？神様。ワルキューレって女神様じゃなかったっけ？龍騎一号燃えてたけどさ。あれ？火災が収まってる。超いっぱいいるなこれ。すっげえ。ふう、着地成功ね、どうにか。ここは魔界か。あら、家の前までなんて気が利いてること。ここが一番揺らぎが安定しているから、ディメンジョンダイブもやりやすいのね。それにしても助かったわ、博士。龍騎1号が落ちた時はどうしようかと思ったけど。空中で変形できたんだな。派手に煙が上がっていたようだが。飛行形態に変形する直前、崩れ落ちてきた島の破片に当たっちゃったのよ。古来より変形中の攻撃は5ハットなんじゃが、まあそれでよく立て直したの。飛びながら応急修理してなんとか間に合ったってわけ。博士、脱出したあの空間、100の極地はどうなった？消滅したようよ、あの後。危なかったんだから。おいおい、何から何までお手軽だな、博士。時の狭間に落ち込んでしまうところでした。浦島さん、ありがとうございました。もっと褒めたたえてもいいのよ、過剰に。これは課長からあれだな、部長に昇進だな。特進だ、特進。だが、これで全てが終わったんだな。それがそうでもないのよ、残念ながら。何かあるのか？さっき、情報部から通信が入ったのね。揺らぎが不安定になっているのよ、世界中の。渋谷を中心としてね。さっきの100の極地が消滅した影響か？そのようね、これが広がると、しばらくの間は揺らぎがどこにつながるかわからない。異世界や別の時代から来ているメンツが戻れなくなるってことか。ビンゴよ、ケン君。今のうちに解散すべきね。慌ただしいわね。結構な人数がいるし、どうするの？ここはカムロ町に通じているはずだ。歩いてでも戻れる。
うん、ヤクザに弁護士格闘家、この連中にはカムロ町に出てもらうかの。承知、任せよ。ユーリさんやクロムさん、アティさんたちは私がマーベルランドからお送りしますね。ありがとうございます。やっと生徒たちのところへ帰れます。ああ、異世界の方は頼む、ワルキューレ。あとは別の時代から来たメンバーだが、ここからならサイバースペースへの接続が可能です。よし、それなら俺たちは自分の時代に戻ることができるな。ザ・ワールドにも接続できるのかの、コスモスよ。可能だと思われます。そりゃ助かるぜ。俺たちもザ・ワールド経由でバーゼルに帰れそうだな。ハセオ君たちも戻れるね。次の問題は数年前の過去や未来、微妙に時間軸がずれた時代の子たちね。そもそも俺たちの歴史とは異なる時間軸、大正時代から来た大神たちの問題もあるな。わしに任せよ。紋章も戻ってきたことじゃし、それくらいの時間調整は朝飯前じゃ。そんなことができるのか。そもそもあんたは何者なんだ、イングリッド。一緒に旅をしてきて今更じゃのう、リョウヨ。ま、謎の美少女だと思っておけばよい。謎の美少女では仕方がないの。何が仕方ないかわからんが、分かった、任せよ、イングリッド。俺たちは本国へ帰らねばならんが、アメリカ、中国などの海外組はこの龍騎1号で送ってあげようかしら、格安で。それはありがたいわね。空の旅を楽しませてもらうとするわ。ゲームをしながら帰れるな、ラッキーだぜ。あとはゴッドイーターたちも龍騎1号で待機してもらって渋谷に降ろす。ふむ、確かにあやつらの時代へは渋谷の揺らぎを使った方が確実じゃの。決まったよね、大体は。揺らぎの不安定化はゆっくりと進行中みたい。早くお別れした方が良さそうよ。打ち上げのパーティーもなしか。ま、しょうがねえな。ああ、せっかくたくさん友達ができたのにな。馴れ合いなどして何になる。さっさと幕を引け。てかさ、これ万が一さ、帰れないやつが出てきたらどうすんの。最近はこういうことに巻き込まれてばっかりだ。だが、すべてが無事に済んでよかった。俺の武道も貫けたしな。拳を向けるべき敵、そして交えるべき友か。答えはいつか見つかる。その時まで歩き続けるだけだ。我が復讐未だならず、故に我未だ抜き身なり。だがいつかは収める時が来る。その時までさらばだ。俺は任務に戻る。もう会うことはないかもしれん。俺たちの宿命が交わらぬことを祈っている。さらばだ。金の鎖、呼び戻された魂か。俺の呪われた血までは消えだ。今はそれでいいさ。もうジンに関わろうとすると毎回こうなっちゃうんだよね。逆に開き直って頑張るしかないかも。ここでジンやカズヤと決着をつけてもよいが。は、今はそういう気分ではない。見逃してやるか。ゲッ。慣れ合いなどするつもりはない。殺されたくなければさっさと消えるがいい。もうこんなのはこりごりだよ。いろいろ勉強にはなったけど、次に会うときは法廷で。そんなところで会わないのが一番いいけど。ああ疲れた。やっぱり大冒険はテレビだけでいいよ。でもちょっと楽しかったよ。たまにはヒーローもいいかもね。ガキどもに混ざって正義の味方ごっこ。年してしんどかったわ。でもまあめっちゃおもろかったで。また誘うてや。ほな。やっと帰れるな。これでまた静かな生活に戻れる。だが何かあれば必ず駆けつける。けじめをつけにな。王教が戻ってやっと香港に旅立てる。またどこかで会えたらいいな。俺の旅が終わる頃にまた。さらばだ若者よ。そして永遠のセガ戦士たちよ。世界の平和が乱れた時、真剣に遊ばなかった時、
俺はまた現れる。私、今回の冒険でいろいろなことを学びました。大切なこと、はぐれ者たちの島でも役立てます。では、さよならです。異なる世界、異なる時空、人と人同士でなくとも絆がある。異界の友達よ、この絆決して忘れはしないぞ。どんな絶望の中にあっても絆の強さが未来を変える。それを知って安心しました。必ず未来を救います。ではまたいつか。仲間との絆、思いの強さ、すごく感じたよ。時間も世界も種族も全部乗り越えて仲良くできるってね。お別れです。でもまた会えますよね。広い広い世界、たくさんの友人、楽しい旅でした。本当に様々な世界に分かれて暮らす様々な人たち、でも心はつながっている。そのことを僕は心から嬉しく思う。さようなら、異世界の友人たち。あちこち行かされて、まったく参ったぜ。今度はゆっくり遊びに来いよ。案内くらいはしてやるぜ。じゃあな。今回の冒険もまた無事に終わらせることができました。勇敢な若き戦士たちに感謝します。それではまたいつか。これで本当にミッションコンプリートだ。協力に感謝するよ。コマンドチームはいつでも君たちの参加を待っている。任務の途中だ。俺は戻る。ストライダーズに用があるなら俺に言え。ハヤトは助かったし、シグマたちも倒せた。すべてみんなのおかげよ。ありがとう。またいつか会いましょうね。時間を超えて、いつか。小さな世界の外にある大きな世界か。ま、銃と弾さえあればどうとでもなるさ。バーゼルの外の世界、やっぱり面白いな。でもあそこもまた俺たちの世界なんだ。俺たちの家なのさ。大切なものはこの手の中に。だから落とさないようにしなきゃ。それが守るっていうことだと思う。どんな時でもね。俺は悩んで悩んで、そして答えを出そうと思う。いつかまた会う時があったら見せられるといいな。任務完了だ。シグマの件はもっと調査する必要があるな。サイバースペースで会うこともあるだろう。その時は声をかけろ。ネットとリアルの境界線、そんなものもうないのかもしれない。でもやっぱり世界を救うのはゲームの中だけでいいかな。他人のことを背負い込む余裕か。ふっ、柄じゃねえ。リビジョン2に入るなら声をかけろよ。じゃな。オーマの混沌大作戦を粉砕しました。これでまた我々にハッピーに満ちた日々が戻ってくることでしょう。すべての任務は完了したと判断します。さようなら。ロストエルサレムの子供たちに幸多からんこと。タイムスリップして異世界旅行か。報告書を考えると泣けるぜ。だが退屈はしなかった。世界も救えたなら言うことはないさ。帰ったらまたあの任務か。気が進まないわね。ただ私がやるべきことは分かったわ。じゃあね。これも先生が通った道。私ちょっと嬉しいよ。さーて、次は先生に会わなきゃ。楽しかったよ。ほんじゃまたね。楽しかったなんて言うと怒られちゃいますかね。でもエリカは仲間っていいなって思いました。本当に幸せなら何だってできる。師匠の言葉今ならわかるよ。みんなが
それぞれのハッピーな道を進めるように。それじゃあグッバイ。たとえどんな相手でも自分を信じてまっすぐにぶつかっていけばいい。それが旅立つみんなに俺が送る言葉だ。私たち感激団はどの世界どの時代でも駆けつけます。さあ大神さん、帝都へ帰りますよ。いろいろとお話を聞かせてもらいますからね。とんだ時間を食ったの。早く本来の仕事に戻らねば。またいつかどこかでわしはカゲロウのように現れるぞ。やっほ。やれやれ、毎回これでは体が持たんな。だがこの戦いには意味があった、そう信じるさ。長かったわここまで。早く着替えたいところね。何かあったら BSAA まで連絡を。また協力してあげるわ。格闘技大会からとんだ大会に巻き込まれたもんだ。だがこれでやっと戻れるな。ただの格闘家、ただの父親によ。さーって、これでツアーに戻れそう。今回の旅自体がツアーっぽかったけど、今度は私のツアーにみんなを呼ぶよ。お楽しみに。また映画何本分かのアクションをしちゃったわね。今度からはカメラを回しながらの方がいいかも。じゃあまたね。今回の戦いでシャドルは大幅に弱体化したけど、まだまだね。というわけで私は戻るわ。次の事件でもしあったならよろしくね。悪いことを考える奴はどこにでもいる。だがそれを止める奴らもまたいるってことだ。俺たちみたいにな。特殊部隊ブラッド、祈祷します。皆さんのご協力に感謝します。信頼と仲間、皆さんと出会えてよかった。またお会いしましょう。ブラッドとの共同作戦うまくいってよかったです。またいい経験をさせてもらいました。頼まれているお土産と一緒に持ち帰ります。はあ、大変だったけど楽しかったよ。平和も戻って一件落着だね。じゃあまた遊びに来てね。新しい料理を考えとくから。未来は数限りなくある。どんな未来が待っているかはわからないのさ兄貴。お遊びはここまでだ。俺にはやらねばならんことがある。ダンテ、再び会うこともあるだろう。どのような形であれな。俺たちの未来がどこかで交わるときにまた会おうぜ。やっぱり人間界は退屈しないわ。今度は魔界をゆっくり案内してあげる。ゆっくりとね。このままモリガンと魔界をかけての戦いに興じてもよいが、今宵それは不遂というもの。時間はある。終わらぬ夜の時間が。それじゃわしらも帰るかの。今回も盛大じゃったな。うん、実戦に出るのは疲れるのね、この年になると。でも貴重なデータは取れたし、おめでたいからよしとしましょうか。今回は祭りの終わりはいつも寂しいものさ。世界は大きな舞台みたいなもんじゃ。また共演することもあるじゃろ。世界はやがて一つの舞台になっていくか。そいつは頂上。こうして戦いは終わった。大間の101体計画は阻止され、大量に発生した揺らぎは次第に消えていった。それは世界そのものが持つ自浄作用だったのかもしれない。さまざまな時代、さまざまな世界から集まった異邦人たちは、本来自分たちがいるべき場所、それぞれの日常、それぞれの戦いの中へ戻っていった。
こうして世界には束の間の平穏が訪れた。そしてやっとるようじゃのう。ちゅうかすごい人数じゃな。時代や世界を超えてこれだけ呼び寄せたわけか。揺らぎを管理するこっちの身にもなってほしいけど、まただ酒が飲めるというなら勘弁してあげようかしら。ここはこれだから酒飲みは酒が絡むと途端にハードルが下がりよる。お前のインターネットやゲームと同じだろ。ふふふ、パソコン風雲児と呼ばれたわしじゃぞ。そんなん当たり前じゃろが。まあこの前の別れはドタバタだったわけだし、ちゃんと挨拶できるのはいいんじゃない。なんじゃ首相じゃの浦島、そういうキャラとちゃうじゃろ。龍騎1号で一緒に生活した仲なのね、みんなとは。それに60人乗せての作戦行動なんてテストしようにもできるものじゃないし。ただでテストできてラッキーだったというわけか。いろいろ拾ったり売ったりして儲けてもいたようじゃしの。ふふふ、そういうこと。やれやれ、それじゃ近場から回っていくか。やあ来たね、シンラのエージェント諸君。うん、デミトリーからの悪魔の招待状をもらっての。開けよゴマゴマと扉を通ってきたわけじゃ。パーティーは盛況のようだな。全員来てるのか。あの戦に関わりのあるものではお主らが最後なり。ふう、よく全員集めたな。デミトリーも慣れたもんだ。パーティーが似合わない人も含めてね。意外と付き合いがいいじゃない、ストライダー。ストライダーズは一度は壊滅状態に陥った。人手は未だ足りん。人材不足だからここに来た。どういうことだ。誰かをスカウトにでも来たっちゅうんかい。イレギュラーハンターも優れたハンターは何人でも欲しいところだ。そこで俺の第ゼロ特殊部隊、通称忍び部隊とも言われているんだが。忍び部隊、それで。そういうことだ。なむ、そういうことか。いや、影丸、意図が見えん。待ってもらおう。コマンドチームにも忍者は欲しい人材でね。コマンドチームにはもう2人いるはずだ。バランスを考えるんだな、キャプテン。マジで相談してるんだけど。火花姉さん、入ってやったら。私は忍び機関の所属よ、遠慮しとくわ。ホツマ、悪敷を守れるかもしれないわよ。悪敷を守る。これはいずれ必要になる。それにおぼろの当主が他の組織に入るわけにはいくまい。忍者不足は深刻なようね。どこも神羅にも諜報部にやっと一人入ったわけだし、スカウトできるほど目立つ忍者というのもどうなんだという話はあるがな。力がある者ほどその片鱗は見えてしまうものさ。隠す努力はすべきだけど。まさか初っ端から忍者会議が行われちょるとはのう。向こうの机も盛り上がってるみたいよ、かなり。ビデオゲームも新作が少なくてな。まあ最近のは復刻の流れがあるんだが、今は家庭用ゲーム機も高性能だし、スマートフォンで十分遊べるから。いや、今のゲームには昔のゲームにあった熱さが。なんじゃ、面白そうな話をしとるの。変なゲームなら任せとけ。あら、カイト君、ハセオ君、まだゲーム、PC ボディのままなの？僕もハセオもザ・ワールドにログインしているときに招待状をもらったんです。なるほど、そしてこんなところまで来てゲームの話をしてたわけか。何が面白いんだ。レイジ君、刹那の快楽を追い続けても虚しい妖精が残るだけだぞ。そう言われてもな、ゲームなど、それこそ刹那的なものじゃないか。なんかレイジさん、ずいぶんゲームに対して厳しいな。こやつは中学生の頃、わしがファミスタで泣かせて以来、ゲームに対して辛いのじゃ。多感な頃になんてことしやがるんだ。今からでも遅くはない。セガサターン、しろ。あのな、セガタのおっさん、そんな古いハードで何しよってんだ。心配無用。セガサターンモデムを接続すれば、通信速度 14,400bps を叩き出す。それじゃあザ・ワールドはできないんじゃないかと。ザ・ワールドを巻き込んだネットワーク革命始まる。
始まらねえよ。まったくこれだから旧型の愛好家ってやつは。脳天直撃スイッチオン。アウラがここに来て出てきた。あ、アウラ、今一瞬だけザ・ワールドに繋がった。だから来た。セガサターン、すげえ。アウラ、セガサターンにそんな力が。そうだ。そしてセガサターンはやがて伝説となり、その魂は夢を継ぐ者へと受け継がれていくのだ。すごい、すごいぜセガタ三四郎。なんか異常に盛り上がっちょるが、呼ばれて飛び出たアウラはどうするんじゃ。大丈夫、この魔界からなら私の力でザ・ワールドに戻れるから。終わったらカイトとハセオを連れて戻る。ふう、わけがわからないがせっかく来たんだ。楽しんでいけアウラ。そうする。私も飲んでいこうかしら。ここでセガサターン研究の価値がありそうだし、うふふ、隆起3号のメインコンピューターに。あまり深りするでないぞ浦島。じゃあそろそろわしらは向こうに行くぞ。あ、レジさんに。シャオムーちゃん、いつ来たの？ついさっきだ。なかなかのパーティーだ。楽しんでるか？はい、お料理がたくさんですごいです。ボルシチまであって久々に食べました。デミトリーは確かルーマニアの出身だ。東欧の料理は揃えているわけか。いや、褒めすぎだぜ。ストロベリーサンデーがないからな。ダンテさん、いきなりデザートから食べるつもりなんです？いちごのっけたフルーツパフェだよな。我流でよければ作れないこともないぜ。ほう、そいつはありがたいな有利。だがここにあるもので作るのか？ま、そりゃどうしてだって現地調達できるものでってことにはなるだろうな。私、牛乳を持ってます。いつも飲んでいる特産品なんです。そういや、よく買ってたっけな。サンキュー、使わせてもらうぜ。おでんの具とお汁にパンプキンコーヒーもあるよ。なかなか独創的なもん出してきたな。ま、この際だ、隠し味にでもしてみっか。ハーブとスメタナも加えましょう。ボルシチの味がすごく整うんですよ。スメタナってのはヨーグルトの一種か。悪くないかもな。試させてもらうぜ。おい待て、何が出来上がるんだ。スペシャルメニューというかリトルグルメというか、イカれたパーティーの始まりじゃダンテよ。ほどほどにしておかないと料理を用意した主催者に怒られるぞ。もう一度言ってみろ三島和也。うん、貴様の心機臭い顔を見るのはもう飽きたと言ったのだ風間陣。ガッハッハ、始めおったかバカどもが。なんじゃ喧嘩かトラブルかの。まあすぐにわかるが、名前を言ってるしな。ふん、あの女が何だというのだ。終わったことをいつまでも。こだわっているのは貴様だろう。奴の正体、貴様は。くだらん、いい加減黙るがいい。もうせっかくのパーティーなんだよ。喧嘩するなら外でやってよ。いや、中でやるという手もあるんじゃないか。え、ないと思いますけど。チームバトルってのはどうだ。3人1組で戦う 3on3 ってやつだ。なるほど、三島の2人と風間陣、この3人で3チーム作るわけね。ほほう、いいではないか。宴のちょうど良い余興よ。なら俺は陣と組むかな。竜、お前もどうだ。相手は三島親子だぜ。ああ、相手にとって不足はない。腕がなるな。アキラ、リュウ、いいだろう。お前たちなら文句はない。なら俺はこっちだな。全米格闘王じゃ不服か。鉄拳王さんよ。貴様はリュウとやりたいだけじゃろ。ふん、好きにせえ。三島平八に、剣マスターズ、これはチャンスだな。俺も加わせてもらおう。クリス、あなた格闘家じゃないでしょ。格闘にさらなる磨きをかけたい。素手で強くなれば弾薬も節約できる。手から稲妻や炎を出し始めたらコンビ解消させてもらうわよクリス。うん、群れる相手は決まったか。始めるぞ。あれ、カズヤさんは一人なの？必要ない、俺一人で6人叩き潰せばいいだけのことだ。はぐれ者を気取るのは結構だが、どんなことにもルールってもんがあるぜ三島和也。俺が入ろう、構わねえな。冷血首藤と呼ばれた男に。堂島の竜か、こいつは油断ならないな。あとは
あとは適当で構わん。机を下げさせろ。なるほど先生じゃねえかよ。これはおあつらい向きの舞台だな。まったく格闘家ってやつは。浦島も加えてわしらも出るか。チーム名はトリオザ・シンラで決まりじゃ。何をしているかと思えば出ないから。そんなのこのメンツを相手に殴り合いなんて。準備はできている。いつでも構わん。やっぱり強いやつを目の前にすると気持ちが高ぶるぜ。ああいい修行になりそうだな。楽しみだ。うん、若造どもが思い出させてやる必要があるようじゃ。わしの力を。ベガに操られて戦いはしたが、やっぱり自分の意志でやらねえとな。どうすれば拳から炎が出せるようになるんだろうか。ごたくはいい。とっとと始めろ。焦るなよ三島和也。足元を救われるぜ。なあ先生。ええそうですね。っていや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 、なんで僕がここに入ってるんだ。え、やっぱり人数は合わせなきゃ。かっこつかないって話になったじゃない。え、髪型が三島和也に似てるしいいんじゃない。ええ背広は桐生一馬と同じだな。ええ案ずるな。お主の出番はないかもしれぬ。ええ出番が来てもさ、ちょっと痛い目に遭うくらいじゃん。マジ死にはしないって。あまりにも特殊な状況だけど、やっぱり僕は叫んでおくべきなのか。それを開始の合図にすればいい。言わないと収拾がつかなそうだ。じゃあそういうことで。意気あり。それでは 3on3 格闘大会行ってみましょう。お願いします。お願いします。怪我と器物破損には気をつけろよ。さて俺たちは行くぞシャオム。あれ三吹賢治がいるではないか。おろこやつは鳴穂堂の一味の賢治局の三吹賢治か。海底の竜宮裁判以来だな。ん、君たちはあの時の特務機関の隊員か。いつぞやは世話になった。こんなところで何をしとるんじゃ。下ではお主の相棒が異議あり言うとったぞ。うん、それが先ほど女子会なる者の立ち会い人を依頼されたのだ。そこで議論の決着を徒競走にてつけるという話に落ち着いたのだよ。意味がわからないんだか。私もだ。依頼人は向こうにいる。じゃあこの先の三剣賢治がいるところがゴールだからね。女子会、異界の会合は変わっていますね。徒競走に勝利する必要があるなんて。シャオユーが勝手に言ってるだけでしょ。この長い廊下を見てテンション上がってたから。あ、一番になった人は2位以下の人からどんな秘密を聞いてもいいってことにしよっか。え、どうしてそんなことを。面白いですね。異界の人のこと知りたいことはたくさんあります。親しき中にも礼儀あり。人の秘密はそっとしておくべきです。それもそうよね。ワルキューレさん、謎めいているからいろいろ聞きたいんだよね。現役の天使だものね。確かに少し興味があるわ。そう言われましても。とにかくやってみましょう。私、体を動かしたいです。じゃあ行くわよ。よーい、ドーン。ビッグの術、きたね。天使のやることじゃねえ。ワルキューレ君の勝利だ。踏みつぶされるかと思ったが、無茶しよる。必死すぎるじゃろ。ちょっと反則だよ反則。進路妨害にも程があるから。秘密を守るためには仕方がなかったのです。ワルキューレさん、どれだけ心に闇を抱えているんですか。そうではないのです。展開やマーベルランドには数多くの秘密が。そんな本当に危険な秘密は聞きませんって。何を聞かれると思ったのかが逆に気になるわね。秘密です。まったく子供の頃廊下を走るなと言われなかったか。今後は巨大化もするなと付け加えねばならんの。格闘大会に徒競走と来て、ここは随分とおとなしいな。ふう、こっちの世界が平和になったのはいいけど、お兄ちゃんどうしてるかな。お兄ちゃんね、フレンを見てると少し思い出すわ。ねえ、呼んでみてもいい？
構いませんが、思い出の中の人は大切にすべきだと思いますよ、チキさん。ふふ、そうね、あなたにはあなた、あの人はあの人だものね。モテるの、フレンちゃん。若いうちからそんなんやと悪い女に引っかかるで。生臭い話はやめなさい、マジマ。ほら飲んで飲んで。チュンディさん、なんか貫禄あるわね。一郎おじさん、ステーキサンドもあるから。はい、あーん。ジェミニ、大丈夫だ、一人で食べられるよ。ジェミニ、どういうこと？エリカさんがいなくてほっとしてたら、今度はあなた？あ、いや、しばらく進次郎と会ってないから、その代わりというか、えへ？この異界の形式にもだんだんと慣れてきたな。次の軍業を開くときの参考にしよう。確かに、相互理解を深め、連携を取るためには効果的かもしれませんね。逆にギクシャクする関係が生まれるかもしれんがの、にほほ。おとなしいにはおとなしいが、殴り合いやかけっこの方が健全な感じもするの。それにしても、ここだけ随分な豪華だな。他のテーブルにない料理や酒が並んでいるぞ。せっかくのパーティーなんじゃ、あるならあるだけ飲まなきゃ損じゃろ。でも、どれもかなり高いお酒よね。魔界で手に入るものなのかしら。モリガンをはじめ人間界を行き来している連中は多い。入手は難しくないだろう。おい、酒が切れたで。一番高いの持ってこいや。あ、療養中の同僚に持っていくから、お料理いくつか包んでください。かしこまりました。少々お待ちを。何？ここ城の中でしょ？ショップにシルフィーさん、まさかこのパーティーの飲食物は。はい、毎度ありがとうございます。私はシルフィー、このパーティーの幹事です。シルフィーさん、幹事ってここの料理やお酒はあなたが用意したんですか？さようでございます。さらに仕入れに関してはこの方にもご協力いただきました。オチが見えてきたな。はい、そうです。この私、みゆきがご用意させていただきました。最高級品ばかりを取り揃えましたので、必ずや満足していただけると思います。ええ、料理も飲み物も本当に素晴らしいです。そこで次のご注文の前に、ここまでの飲食代をいただこうと思いまして。え？俺たちが払うのかい？いくら？この時代の貨幣価値に換算いたしますと、いくらだこれ。1、10、100、1000、万、10万。99万9900ゴールドでございます。99万？シルフィーの服と同じ値段じゃない。飲んで食べて女性とおしゃべりを楽しんで、お金はないでは通りません。女は連れやっちゃうねん、自前や。少し事務所の方でお話をいたしましょうか。あかん、これやられたで、はめられたんや。く、異界の会合、こんなことが起こるのか。店は選ばなきゃならんちゅうことじゃの。気をつけるんじゃぞ、レイジ。俺たちも巻き込まれる前に次に行くぞ。ん？こっちでは何をやっているんだ？あら、あなたたちは、シンラのエージェントさんね。主は確かトールオックスの教会におったの。サヤと仲良くしとったのを覚えとるぞ。エイダ・ウォンよ、忘れてくれていいわ。どうして彼女が？協力者さ。今回の事件、彼女の情報がなければ危なかった。新宿にシャドルーがいたという件か。でもどうして助けてくれたんだ？ただの気まぐれよ。それともレオンのためって言ったら信じる？本当にそうなら泣けるぜ。そういう女の言うことは真に受けるな。おろ？デビル兄弟の、ん？デビル兄貴か。デビル兄貴の方はこっちにおるのか。弟の相手はしなくていいのかの。バカ騒ぎに付き合う趣味はない。それで隅っこの方に来たわけじゃな。じゃがとても静かとは言えんの。そうなんだ、ここだけ空気が違うというか。グッドイブニング皆さん。今晩のうららリポートショーはパーティー会場とかした吸血鬼の後ろからお送りいたします。おお、お送りしちゃおう。エリカ、張り切っていきます。了解しました、うらら。いいよ、お姉ちゃんたち、もっと足上げて。タロスケくん、みんな一生懸命なんです。そういう目で見るのはいけないと思います。
先生さ、そんな格好でブルンブルン踊っておいてそれはないんじゃないの？これはマネマネ師匠のモノマネダンスバトルを勝ち抜いた真面目な踊りなんですよ。なんだって、オイラは構わないけどさ。うへへへ。これ何が行われてるんじゃ、もう異常事態じゃろ。タロスケと同じポジションのバシロンが踊っているのも妙だな。誰が同じポジションだ。俺たちは仕事、 PMF に依頼が来たんだよ。やってられねえってのまったくさ。依頼だと誰からなんだ。それは私です。竜宮の騒動ではお世話になりました。竜宮城の乙姫か。なるほど、タロスケがここにいるのも合点がいく。依頼ってこやつらを踊らせてどうするつもりじゃ。実は先日畜生会から竜宮城の土地をめぐり戦いを申し込まれたのです。戦いだと、まさか。はい、踊りの美しさを競うというものです。それを聞いては黙っていられません。スペースチャンネルファイルが総力を挙げてお手伝いします。だが畜生会ということは相手は動物だろ。こっちはフェリシア以外はどう見ても人間だぞ。そのフェリシアもほとんど人と変わらないし、アンドロイドのコスモスも完全な人型だな。そこはご心配なく。コスモスさん、証明をお願いします。了解です、乙姫。ヒルベルトエフェクト。ヒルベルトエフェクトを照明代わりにすな。で、ゲーメタモルフォーゼしとる。それじゃあ、猫耳ダンサーズ集合。私はこれでいいのでしょうか。バッチグーです、アーティー先生。フェリシアさんと並んで立派な白猫です。戦術舞踏の記録を開始します。にゃ、獣です、ご覧ください。みんな見事に獣の姿になってます。最後のコスモスは無理があるだろう。いえ、確信しました。これなら私たち竜宮側が勝ちます。まあ主がそう言うなら別に構わんが。ではうららさん、踊りをもう少し詰めていきましょう。了解、私の踊りで竜宮城を勝たせてみせるわ。むやみにやる気だな、この偽動物軍団は。うん、とんだ動物ランドじゃ。わしも一応キツネなんじゃがのう。あら、神羅のお二人さん、パーティーの様子はどう？いい感じでしょう。見ての通り上々だ、みんな楽しんでいる。忍者にゲームに、締めと酒、格闘大会にイカサマかけっこ、ダンスにぼったくり、まあ大騒ぎじゃ。はさぎすぎな連中もいるが、騒がしい夜会もたまにはよかろう。夜を滑るというヴァンパイアが随分と気が利くことだな、デミトリー。こんな連中でも魔界をはじめとした全世界を救った者たちだ。これくらいのことができんのではマキシモフ家の護憲に関わる。もう少し夜が更けたら知り合いのダークストーカーたちも来るわ。ディリスやガロン、レイレイも戻ってくるし、もっと盛り上がるでしょうね。やれやれ、このパーティーいつまでやるつもりだ。夜が明け、ん？夜が更け、夜が明けるまで、それが我々の時間だ。今夜も朝までパワフル夜会ちゅうことか。みんな体力が持つかのう。力尽きてそのまま眠ってしまうのもこういうパーティーの醍醐味じゃない？ふふ。ふん、そんな祭りもありか。デミトリー、奥のバルコニーに出てもいいか。ん？勝手にするがいい、鍵はかけておらん。今夜はいい月が出てるわ。夜風に当たるのもまた気持ちがいいでしょうね。ふむ、そうじゃな。旅の終わりに月光はふさわしいもんじゃ。男と女が何か大切なことをささやくときにもね。ああ、そうだな。その通りだ。前と同じじゃの。下は盛り上がっているようじゃ。大きな祭りが終わったんだ。少し騒ぐぐらいは神様も許してくれるさ。神か、また偉い相手じゃったの。今回はさすがに肝が冷えたぞ。だが大間とはとりあえずの決着がついた。しばらくは大丈夫だろう。もうあんな無茶はごめんじゃ。命がいくつあっても足りんぞ。うまくいった。今はそれでいい。俺がいなくなってもお前さえ生き残れば。
レイジ、またそういうことを言う。わしがいる限り無視は死にはせんわ。アリスケは狐の妖魔と縁があるんじゃ。狐は取り付いたらしつこいんじゃぞ。現時点でそれは十分に分かってるさ。分かっとらん。そのしつこさはちょっと度が過ぎておるんじゃ。ムシが死ぬまでずっと一緒なんじゃぞ。仕事でもプライベートでもの、当然浮気も許さんのじゃ。面倒な話だ。だがそれもお前にとっては長くはないだろう。お前のずっとと俺のずっとは同じ長さじゃない。そうとも限らんぞ。例えばじゃな、任務中にわしが怒るぞ、シャオム。レイジ、俺が死ぬまでは一緒にいるんだろ。さっき言ったことは嘘か。この先任務で死ぬことになっても必ず俺が先に死ぬ。俺や親父の分までお前は生きろ。俺が死んだらお前の浮気は許してやる。おお、お許しが出た。そりゃ楽しみじゃの。じゃがそれまではお預けかの。それも寂しいの。その寂しさをどう埋めればよいか明暗はないかの、エイジ。ほれほれ、明暗はないのかの。ほれほれ。そうだな、結婚しよう、シャオム。いいよ、レイジ。いつか必ず訪れる死が俺たちを分かつまでずっと一緒だ。うん。じゃが死ぬ時はちゃんとわしの前でじゃぞ。勝手にいなくなったりしたら怒るからの。努力はするさ。気の利いた別れの言葉も考えておく。さすがはロマンチスト。じゃがわしはもう決めておるぞ。気の早い話だな。その時はじゃな、あばよわしのレイジと言っちゃるんじゃ。おい、今聞かせるな、縁起でもない。む、そりゃそうじゃな。じゃあ今のはなしじゃ。確かに縁起が悪い。もっと門出にふさわしい言葉を選ばんとな。すんごくいい言葉があるんじゃ。なんだ、思いつかないが。愛してる、レイジ。そいつは頂上。お、これで終わりかな。じゃあ最後はまあこのスタッフロールを楽しみつつ、まあ全体的な感想を言って終わりにしましょうか。プロジェクトクロスゾーン2、まあ、そのものはかなり面白い作品でしたね。で、ユニットキャラが最終的には19体になるのかな、まあいるんですけれども、もうこいつずっと使わないっていうようなキャラクターは、まあ、いないので、そこが良かったですね。スパロボとかだともうこのキャラクター一生使わないみたいなキャラがちょこちょこっていうか結構いっぱい出てくるんですけど、まあ、そういうのがいなかったのが良かったと思います。まあね、途中で格闘キャラとかちょっとレベルの出遅れがありましたけれども、舞台が2舞台3舞台って分かれた時に、まあ、そういうキャラクターもちょっと使っていかないと戦闘がかなり厳しいので、まあ基本的に出番なしのキャラクターはいないといったところが高評価だと思います。あとシングルユニットについて、まあ、自分が今回やったのは、まあ、結構原作に沿った形でパーティー編成をしていったつもりなんで、まあ、効率的にはそんなに良くなかったとは思います。とあとスキルに関してもちょっとね、あんまり調べないうちにポン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 出して進んでいったので、まあ最後の方とかでね重ね掛けとか意味 あるのかみたいな、最後の最後になってようやく検証しだしたところもあったんですけれども、まあそういうところをうまくやっていけばもう少し、効率的に進めていけるのかなと思います。というところで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。じゃあまた別の作品も、お楽しみいただければと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。では引き続き、エンディングの方をお楽しみください。